穴蔵です。前回老眼について話しましたけども、今回は老眼鏡、ダイソーの老眼鏡ですね。100均の老眼鏡で、老眼になってから何年かもう経ちまして、いろいろ試した結果、100均の中ではこれがいいという、たどり着いてますね。老眼鏡はプラスチックか金属、それかレンズの大きさ、あとデザインなんかがあるかと思いますけども、ちっちゃくてこの細いのあるんじゃないですか。あれはダメですね、自分的には。ケースなんかついててね、いいかなと買ったことありますけど、とにかくこの辺ぐらいしかレンズがないんで、とにかく使いづらい。残ったところ金属かプラスチックの普通の大きさのメガネっていうことになりますけど、ずっと丈夫で乱暴に扱っても壊れない、大体壊れない金属を使ってたんですね。たまにレンズが取れたりしましたけども、特にそれでその程度だったんで金属使ってました。プラスチックはね、ちょっと乱暴に扱えば折れちゃったりね、カバンにポンって投げて乱暴に使うもんで。で、去年の初めか一昨年の暮れあたりにダイソーでこれ普通のプラスチックのメガネのようですけど、この辺がバネになってて、見えるかな、バネになっててはめた時にこう融通が効くんですよ。でこれ初めて買ってからプラスチックで壊れやすいことは壊れやすいけど、金属からこっちにしました。これでね、普通に使ってれば 2,3 ヶ月持つんじゃないですかね。壊れた原因は一つこの接続部分、ちょっとプラスチック部分が欠けてダメになっちゃった程度で、100円ですから 2,3 ヶ月もって十分ってことで、下手したらねその間に視力がちょっと変わるかもしれないんで、その程度で考えてもらえれば100均ので十分だと思います。これ本当便利ですよ。普通のメガネとちょっとこう荒れるんで、頭に、外にいる時とかいちいちこれつけたりはめたりするしたりするんですけど、頭にこうくっつけたり、あと首にこう引っ掛けたり、これは融通が効くんで、こういう使い方をしたりします。めんどくさいんでね、これいちいち持ってたりしまったりするの。そんなところですね。これはお気に入りの100均の老眼鏡ですね。ありがとうございました。穴蔵でした。